などの野生動物を動物園や水族館の動物に餌として与える屠体給餌をご存知でしょうか。男鹿水族館ガオでもホッキョクグマの豪太に屠体給餌が行われました。背景には最近増え続けているある事情がありました。屠体給餌は駆除された野生動物の頭や内臓を取り除き殺菌処理して安全な状態でほぼ丸ごと与えます。男鹿水族館ガオでは今年8月に初めて行い、今回で2回目となります。全国的にイノシシやシカなどの野生動物に農作物が食べられる被害が相次いでいて、駆除の件数が増えています。ただ駆除された動物のおよそ9割が廃棄されているのが現状です。動物園や水族館で暮らす肉食動物は牙で噛みついたり皮を剥いだりすることなく、毎日決まった時間に同じような餌を食べやすい状態で与えられています。飼育動物は野生で暮らしていればするはずの行動ができず、ストレスになることもあるといいます。にはかなり時間がやっぱりかかるんですね。捕まえてからも皮を剥いだりですとか、そういった動きがあって、かなり食事に時間をかける生き物なので、普段の食事だとその食事に時間をかけることがなかなかできないので、それを、補ってあげるためにといいますか、野生の本来の動きを出せるようにというのが目的の一つですね。豪太にはおよそ7キロのイノシシが与えられましたが、普段とは違う餌に警戒しているのか、なかなか食べようとしません。8月に行った時はおよそ10分ほどでイノシシを食べ始めたといいますが、今の時期は冬を越すために夏から秋にかけて餌をたくさん食べて、食欲がない可能性もあると見ています。屠体給餌は全国各地の動物園や水族館で行われていて、男鹿水族館ガオでは命を無駄にしない取り組みを多くの人に訴えていきたい考えです。